ノーミクドレフカの夫です。ご覧の通り、我が姫君に栄光をクライマックス、サービス終了のお知らせが来てしまいました。非常に悲しいことでございます。課金の方は8月29日で終わっておりますね。サービス終了、2024年10月3日木曜日14時をもちまして、完全に差しということになります。残り1ヶ月ちょい、もう早くも皆さんこのゲームから足を洗っている方がいるみたいです。私はどうなるかまだ分かりません。もう少し見守っていくべきなのかもしれません。それでは中の方を見ていきたいと思います。一応最後までね、いろいろサービスしますよと。メインシナリオ全開放、いやこれ意味ないんだよね、そこまで倒してないんで。はい、敵感謝祭福袋召喚ヒポリッド配布、まあこれ一種がヒポリッドで男なんかさもらっ、まあまあまあいい、まあいいです、それはね。うん、はい、じゃあ中の方見ていきたいと思います。どうすんべ、もう今、あ、これか、宝石姫。うん、まあやってないんでね、宝石姫さ、チュートリアルやったかな、やってないな。いや、これのためにさ、もう差し湯のためにやるっていうのもどうかと思いますけどもね。うん、さあ、そんな中ね、田島さんも、はい、完全にやる気ゼロでございます。拠点の移動すらやっておりません。そして、うちのメンツどうですか？みんな、ゼロ、ゼロ。もう、シェードさんだけじゃん、やってんの。あ、イシュさんもね、ちょろっと。私が木材拾ったら、なんか、まだ木材拾ってんのとか言われたんですけど、もう本当に、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、やったって。うん、楽しいじゃん。あ、嘘です。すいません。はい。まあ、そんな感じなんですけどもね。はい。皆さん、やる気ゼロでございます。もうちょっと頑張ろうや。ねえ。いや、いいけどさ、別に。うん。もう終わるゲームだから、もうどうでもいいやって、そういう感じなんですか。うん。じゃあこれまでやってきたね、田島さんの気持ちはどうなんですか。いや、田島さんもうやる気ないみたいですけどね。田島、我が姫亡くなっちゃったよ。はい、金ちゃんみたいなこと言ってもしょうがないんよね。うん、まあこんな感じなんで、もうね、今さら1位取ってもしょうがないですよね。ラグナさんは一生懸命頑張ってるみたいなんでね、はい、水を差さないように私もちょっとやっていきたいなと思います。というのもね、頑張ったのよ。連合宿舎さ、あと一つだったの、これ。これだけね、パワーアップすらね、全部、レベル50クリアだったんですよ、残り。うん。まあ、今更言ってもしゃあねえな！はい。さ、どうしよう。ガチャ引く？うん。私、装備がね、そう、育成。いや、もうこれ、シャオン育成してどうなんだっていう話もありますが、はい。うん、こんな感じよ。一生懸命やってね、この程度ですよ。いや、もうむしろこれどんどんやっちゃうしかないの、これこれ石使いまくってさ、パワーアップする。うん、それもありよな、速乾でね。あ、加速か、加速も速乾もあったっけ。うん、ないんかあるんか、そんな感じで。いや、それよりキャラやな、キャラさ。うん、せっかくね、エンペラーガッツを頑張ってさ、うんね、
やっとったのよ。18まで来とったんよ。あともうちょいじゃ20までさ。ランケージストーンも必死こいて貯めとったんよ。どう思うみんな。うん。ねえ、アホじゃんって一言で言うならそうかもしれませんけど。あ、そういえばラグナ。ラグナさんにはちょっとお世話になったんでね、もう残りちょっと強くなってね、ラグナさんに石返しでもしちゃおっかな。石をね。うん、三玉こうちょっと取ってたらね、いきなり攻めて滅ぼされましたんでね、この思いを最後ラグナさんに一生懸命強くなってぶつけていけたらいいなと思う次第でございます。うん、頑張ろう。うん、どんどん敵をぶっ倒そう。いや、倒せん、逆に倒されるんですけどもね。うん、そして違うトップの方のラグナさんにはね、逆らわず石をむしろ上げていく方向で、うん、やっちゃおうかなみたいなところはあります。勝てっこないんでね。まあ所詮課金してないんで、うん、勝てっこないんですよ本当にね。さあランキングの石もちょっといずれ回収するべきかな。うん、今更ですけどもね。はい、これもこれでランケージストーン稼ぐしかねえの。うん、いや、まあ稼ぎようないよなこれな。どうしようこれ。市街地の焦点を更新しまくってもうさ、うん、いや連合焦点で全部ぶっぱしてもこれが足りなくなるからね。これ以外でランケージストーン手に入るのやっぱりあれか、世界地図で更新しまくってこれで検証のこの袋をがっちり儲ける。がっちり儲ければランケージストーンが出るかもだからね。それでやるっきゃない。そんな消極的な方向でやるしかないか。いやもうまあレベル20はもうなんちゅうんだろうね、うん、憧れみたいな、うん、ところもありましたんでね、うん、できっこないっすよ。はい、じゃあガチャ引こうか。ガチャ引こう。はい、もう全部パーっていうともうあんまないん？なことはない。あるね。これ引いてもしょうがないもんな。こっち引くか。うん、じゃあブリバリ引いていきましょいと。ちょっと水を飲むわ。喉乾いちゃった。もうどんどん金玉出してきゃいいんだろうな、これね。うん、今さら儲けたってしょうがないもんな。何が出た？クロネか。クロネ強いんかお前。はい、すいません。あれはププイは強いんじゃない？確か。うん、いやーもうキャンセル出せや、もうめんどくせえ。ちょっともうここぞとばかりに不満がいろいろ出ておりますけどもね、うん、もうね、終わったゲームにいろいろ言ってもしょうがないじゃん。文句をつけても今はやっぱり優しい気持ちでさ見守ってこうやね。うん、いろいろお世話になったんだから。あの、はい、ちょっと関係ない。そうじゃない、ガチャ、本当にガチャなんよ。もうちょっと気がさ、気がせえてんのよ、なんか本当にいろんな意味でね。うん、はい、出た出た、金玉2個ぐらい出るや、もうええやろ。どうせなんか出ないかな。あ、なんだっけ。いやもうこれ今更出てもだよ。うん、まあ他のやつがあれか、ランクアップできるからいいか。よしよし、そうどんどん出しちゃいいのよ。どんどん行こう。どんどん行くね、どんどん行くね。ヨナスか、こいつも強くしたけどな。全然なんか、まあ所詮無課金のね、うん、ザレ事ですから、うん、無課金がゲームやっとってもなんのさ、力にもなれねえよね、うん、じゃあしゃあないじゃん、うん、終わるのもね、うん、力になれなくてむしろ申し訳ないまであるよ、うん、何の力もなかったけど、最後まで何の力にもなれなかったんかもしれん、うん、ただね、動画をこうやって出してね、うん、我が姫面白いよっていうのをちょっと少しでもねアピールしてきたわけですけども、まあそれも、うん、結局は、うん、
全くの力になれずとサービス終了なってしまったわけですよね。残念なことに、うん、まあ田島さんはでも逆になんかほっとしてる部分もあるんじゃない、うん、もうやっとこれでもうこれで解放される楽になれるとか思ったんじゃないの、どうですか、うん、その辺は今ね裏で配信してらっしゃるんでね、ちょっとオープニング聞こうかなと、声が沈んでたらあれだけど、いや田島さん結構さこういうの隠すのうまいからさ、うん、声がなんか気持ちが沈んでても逆になんか、うん、楽しい配信を心がけてんじゃないかなとか思うんですけどね、ごまかそうとして、うん、いやその辺はちょっともうこのね数年、うん、5年以上にわたって田島さんをちょっと見続けて観察し続けてきた私ですけど、まだ未だにちょっと分かりません彼の気持ちは全く、うんうん、そら当然よ、うん、5年ぐらいじゃね、全然その関係性なんか、うん、ほんのちょっとね、かすかにできたに等しいと、うん、まだまだね、うん、ダメな私でございます。さあどんだけ来たっけ、あ出なくなったよ銀玉、うん、じゃないよ、うん、96もうちょっと引くか、うん、たくさん紙をね、出ねえやん、もうだる、出してこうやん、もうええやん、全部金玉でいいじゃん、むしろもうどんどんパープしてえのよこっちだって、うん、主になんだっけあいつは、うん、あの強えやつよ、強え女をな、うん、もう名前も出てこねえや、はい、これで、あやっと出た、うん、なんかおい、さあ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 、最低限よそれが、うん、さあプップイ、プップイ強いんじゃないの、あいいじゃんプップイ、うん、そうそうそう、でも10しかもらえないの、かぶってもっとくれやん、もっとくれやん、本当に全然強くなれねえじゃんそんなんじゃん、もういっかこの辺でね、とりあえずねちょっと育成を、そうこれのなんだっけノアグランドスターか、そうそうこの女強いからね、もう全部ノア攻めで、うん、でもこれはさなんだっけこれハフバアニバーサリーなんだっけ略すのがわかんない、うん、ハーフアニバーサリーがハフバ、うん、ハフバキャラだからさ強くできないじゃんこんな、うん、もう一回ハフバやってこいや、これはこっちもそうやろ、こっちは何ファーストアニバーサリー、うん、ね、強くできねえじゃん本当に、ガチャ引くしかなかったんじゃん結局、こういうのを強くするんだ、いやプープイを強くする、うん、こいつもこの習慣も全然強くなんねえな、速攻でやられるんだよねこんだけ強くしても、いや強くしてないんかむしろ、うん、強くなんねえキャラばっかよ本当に、所詮無課金はね、うん、有課金に食われるだけの存在、うん、ああさあこれ進化するには全然ないな、120な、強くやってく、いやこれ以外になんか候補おらん、これもね、いやまあこれなんだっけ黒ね、いや黒ね、やっぱプップイ、やっぱプップイしかおらん、プップイしか勝たんがな、うん、わからんけど、さ焦点、うん、プップイしか勝たんか、そうか、あ結構たまったねじゃあプップイ、うん、こんだけたまっても27しかできねえの、いやーきついきつい、うん、38で全プップイにするか、あこれできるじゃん、これ誰だっけ、
あ、ファーストアニバいいじゃん。ファーストアニバ強いできるじゃん。こいつは？あ、これもハーフアニバ あるじゃん。あれ？あるようになったの？前なんか探したらなかったんだけど。もう終わりだからできるようになったのか。あ、じゃあいいじゃん。こっちにプップイなんかどうでもいいわ。あっちのキャラを育てましょうじゃないですか。どっちにしようかな、どっちにしようかな、こっちにしようかな。これ白馬の方にする？進化なんぼですか。180、173ですね。173、はい。じゃあ173、早速。ちょっと待って、慎重に行け。絶対に間違えてもなる。ハフバの方ね。うん。ハフバの方、はい。さあ、間違えずに慎重に。キャラ焦点、これか？いや、こっちじゃん。うん、ああ、間違えんな。はい、ハフバ。指差し確認。いや、もう全然足んねえじゃん。あ、全然足んねえじゃん。本当に。まあ、いいや。170。いや、めんどくさい。173？ でよかったっけ？はい。これでいいな。うん。では、早速、育成。進化。ぴったし。我はさらに上へ。強なったね。11万か、一気に。うん、まあでも全部の方がな、こうなるとこっちもね、罰金罰金強くしたいとこやけどね。むしろこっちを10にしてみるか。その方が強いまであるかな。あっちのノアを強くするよりこっちの方を10にして平均的に強くする。好感度もこんなもん。いや、しかしこのね、太ももが非常にね、よろしいんじゃないですかと思いますけどもね。強くてね、綺麗なキャラはいいですよね。さあ、無課金でも強くなる、そんな感じのキャラ。あとは、ああ、そうそう、とりあえずそれでいいとして、ガッチャンをね、こっちの方もちょっと引こうじゃないですか。まあ、お安くなって、いや、装備か、その前、装備召喚残っとるで、装備召喚引くよね。よし、これ引こう。これランゲージストーンついてくるじゃん。いいね、これ。これいいじゃん。おまけ。いいね、いいね。これで買おうや。よし。買いまくる。じゃあ、こっちでランゲージストーンを稼ぐのもありか。10もありじゃん。50買えるもんね。1回に1武器変える。悩むなー。いや、両方と強くしちゃおっかなー。両方と強くしちゃおっかなー。こうなると、とりあえず。いや、まあ、待て、慎重にいけ。いや、まずはあれか。まずは、ハフバの方を自由にするか。ね、結構楽しんどるでしょ。こういう思い切ったこともできるのもね、まあ、差しゅうの本当に、醍醐味と言えるんじゃないでしょうかね。皆さん、そう思いませんか。さあ、ハフバの方をちょっと買う。これか、ハフバ。あ、これ、ファーストアニバ、間違えんな。慎重にいけ。よく確認してね。よく確認していこう。こっちの方の武器を、全部を、これがどんだけいいんだろうな。結構いるよな。いや、まあしょうがないんだけどね。それとも、こっちは、4つの、7の8の9ぐらいいるか。だから 15?15 の8の9で17、20いる。20以上いるか。いやー、大変やの。あ、でもこれで19か、次。19になれば20もできる。じゃあ、とりあえず4つ。こっちをちょっと育ててみる？普通にノアの方。それから考えるか。
まあ無理して買えばいいもんね、キャッシュで。じゃあノアの方の武器を買うことにいたしましょう。絶対にラグナを倒してやる、強い意志を持って。結局あと残り10にしかないの。あれこれマックス買ってどうなんだ。まあいいや、まあ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 いいでしょう。全部買っちゃうみたいな。はい、全部もね、50買ったらこれうち50だっけ、残り4つ。80買ったら 限界突破できる感じ、もしかして。だったらいいね。そういう感じなの。全部進化。ああ、こっちめんどくさい。これが、なんだっけ。中級光ね。うん、これもやらなきゃね。中級光。バック。いや、これがさ、めんどくさいんだよな、さらに。これ、プッシュ、プッシュしなあかんじゃん。押しっぱでバーって上がるんだけど、中級光は、これか。これね。中級光、あ、よかった、これ上がるんか。いやまあこれ上がるんだけど遅いんだった、思い出した。もう押してから思い出すのよ。いやこれマイナスしたらさ、一気にさ6500になれないの。これ結局プラスを押すしかないってやつじゃん。まあまあいいや。でもまだまだあのプッチ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 押さなくて済むだけマシと、ね、この速度もね改善して欲しかったところでございますな。他のゲームとかでもさ、ね、トノフラとかすごい進化してる。昔はこんな感じでさ、プッチプッチプッチ、しかもあの押しっぱで、あの当初動かなかったからね。押しっぱで動かなかったけど、押しっぱで動くようになり、しかもその速度が上がるようになりのいろいろね、変わってった経緯があるのよ。今や本当にワンプッシュでほとんどできるようになったんでね、こういう武器の装備の選び方、数のね、まあ長いこと続いてればね、そういうところもありました。今や言っても千なきことでございます。しょうがないよね。まあ差しのゲームもいろいろね、私も乗り越えてこれまで来ましたもんでね、乗り越えネットでございますね。いやこの乗り越えネットとか汚い言葉使っちゃいけないね。ちょっと口になんか、ちょっと、嫌なもんが溜まっちゃうね、こんな、バッチリ言葉使うと、まあ乗り越えてきて本当にね、まだ1500回遅いわ本当に。もうとっととね行ってほしいよ。だるいな本当に、この押しっぱなしの時間も指痛えのよ。責任取ってもらえるんかってね思っちゃうんですけども、いやーだるいな、これで6000まで本当に。まあ次ん時はもっとのやっときゃよかったね、早めに早めに。いやまさか今日差し入がさね発表されるとは皆さん、まあ薄々感づいて、勘のいい、同盟員は嫌いだよっていう方もいらっしゃいましたけども、まあやっぱりねこうなってしまったかと。いや確かにそうよね、水着キャラがなんでっていう、ところでございますよ。夏ももう終わりじゃん本当に。いやどうなんこれ。でもさ、その昨日までにさ課金した人ワンチャンおるよね。その人たちの立場になってみなさいというところですよ本当に。どうですかそんな辺は。わからんけどね、わからんけどね。まだ2800か。エンペラーガッツカンストまでの道のりは一番これが高い道のりなのかもしれない。しゃっくり待ってる。まあ、とりあえず19にしてちょっと20はさ、またこれぶっちーんと押すのもだるいから、とりあえず20は裏でまたやっときますわ。とりあえず19まではさしてください。19まではね。
もうここまで来たんだからさ、ね、残り3000、皆様にお付き合いくださいと思う次第でございます。しかし悲惨よな。いや、損した気分なのかどうかわからんけど、いや損か、やっぱり前日までに課金しちゃったらね。いや、ワンチャンこれ田島さん課金したまであるのかな。うん、でもあまりにもなんかそのやり口になんか、おこでもうね、さっと全然やんなくなったのかな。だいたいつい昨日までさ、もう一生懸命三玉子を乗ってたもん。まあ、それはラグナさんもそうだけど、いまだにラグナさんはね、やってはりますけどもね、三玉子。もうね、この2人がさ、もう24時間ね、監視しまくっとるから、本当に。いや、24時間はまあ若干言い過ぎか。一応、ラグナさんはね、朝の3時、2時、3時からね、朝のね、6時、7時まではね、結構セーフティーゾーンなんよな。田島さんは逆にその朝結構早めに上がってくる場合もあるから、その辺からね、もう、で、昼間は昼間でずっとなんか、田島さんが寝てない、仕事関係じゃなくて休みで寝てない限りはずっと張り付いとったしね。まあ、なかなか三玉子を終える隙はなかったんやけど、やっぱり深夜帯やな。結構ね、油断があります、その辺は。まあ、昔は私もその隙をね、いただいておったわけでございますけども。まあ、ちょっとあまりにもね、そう、やり方がちょっと、よろしくなかったんで、もうこれからはずっと田島さんね、尽くしてきたわけでございます。石も取らずに木材だけを集め、石があれば田島さんに譲り、いろいろとフォローしてきたわけでございます。まあ、それもこれも今回をもちまして終了ということになりましたね。さあ、次のゲームというところですか。田島さんが次のゲームを何を一体狙っているのか。一つ切ったからさ、一つ始めるよね、どうせ。いや、どうせじゃないけど。あ、ずれた。もうだる。はい。これがあるからさ、もう押しっぱなし、もう指痛。自動高速クリック装置じゃないんかな。あると思うけどね。いや、それもどうかと思いますけども。6500か。ちょっと一遍ちょっとこれでやっとくね。何か事故があってさ、いきなり、なしとかになったら困るもん。あ、もう8000いってるからいいか。とりあえずちょっといきます。もうだるい、本当に。よし、これでやっと19になるよ。旋風19になるよ。なりました。いいね。で、次は残りの、やっぱ80で完走なんね。6000か。まあまあ、これはもういいや。とりあえず、ガチャに戻りましょう。とりあえず、ノアグランスター。こいつを絶対に、あ、こいつじゃない。この子を絶対にお強くして、なんとかしたい。さあ、田島さんなんか動いてない？いやー、もうやる気なしか。本当にやる気なさそうね。ちょっとやる気出そうよ。最後ぐらいさ、木材集めるよ。それでも私は木材を集めたい。なぜなら最後にね、あれあげたいのよ。この連合宿舎残りのこの戦術師、これをあげればもうおしまいです。おしまいです。もうやらんでいい。楽になれる。辛いところから解放される。はい。じゃあガチャ引こうか。残りのガチャ。装備も召喚もやっぱりあと3つ引いとくべきなんだよね。もう今引いとくか。今3つ引いとこうか。で、50、3つもらって。で、これで、ね、もらえるもんね。よし。これでもうランケージストーンはいいよと。よし、じゃあ、チュギ、こっち。500で引けんのね。よし、じゃあ引いてく？
ちょっとお水を飲みます。ニコ、ニコ玉リボルだ。名前、うん、あーお茶がうまい。しょいしょいしょい。あ、うん、あ、生誕祭な傾斜、これ持ってなかった、取ったかな、いや持ってなかったよね、うん、いや今更引いてでも朱夏はいいか、うん、朱夏ぶり、うん、ほい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 。さあこれどこまで引こうね。1万ぐらい引いとく、せっかくだからね、せっかく動画見ていただいて。あ、ヨークシャやった、新しい It's new、 うん、ヨークシャ強いんか。いや短期で引いてもね強くなんないよね結局このゲーム、うん、結局馬課金は強くなれっこないっちゅうことですよ、うん、あれ、いややってもしょうがないってことじゃん、うん、結局食われるだけだもんね、うん、まあまあそれを言って、それを言っちゃおしまいよと。もう散々金使ってきたんだからさ、ソシャゲにはもういいよ、金使いたくない本当に。どんだけ金と時間を使い続けてきたことか、ソシャゲには。みんなはなんで金使わないのって言うかもしんないけどね、うん、いやもう散々金使ってきたよこっちは、うん、うん、運千万使ってきたよこれまで、いろんなゲームに。まあ長いことやってらね、1000万は使うよね。さあ、ああ、結構いろ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 持ってなかったんだな、こう思うと、うん、まあ当然かそう簡単に無課金じゃ出ないよね、うん、だからそう引きまくれるとそれはそれで楽しいところある。あ、収穫祭います、レイズ花見、うん、もう10回だけ引いとくか、調子いいからな、うん、金玉が出なくなったらやめよう、うん、ニコ玉、シュ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 。あ、ハフバ黒ね、うん、ダミアン、ダミアン、はい、オーメンはどうでもいいのよ、シュ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 。ジャンゴ、あ、ジャンゴもあれか、これ OA って、 OA はどういう意味なんだろう、オープンアニバーサリー、いや違うな、わからん、エビータ、あれこれ回復キャラだ、え、エビータ、エビータさん全然記憶ないな、おかしいな、ありそうな記憶がなさそうな。回復キャラで使っとったやつは、あれは波とか、うん、ヤーマン、あ、やった、また来た、うん、いいね、ちょっと調子よく引きすぎだけど、いやいいね、なんか気持ちいいやん、たまたまが出るの、金たまたまが出るの気持ちいいからさ、あ、ぷぷい、引き続けるじゃんやっぱり、うん、それはそれで気持ちよくなる。あ、な、三つ玉じゃん。最高やん、こういうの。コン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 。あ、やった、ハフバイリン。うん。クローンね。うん。よし、行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。ニコ玉。フェイブリス。あ、いつニュー。あれ、さっきアレクサンドラ引いてなかったっけ？違うアレクサンドラ、これは。あ、違うじゃん。うん、アレクサンドラも、あれか、ハフバ、あれ、ハフバニバーサリーのやつか。あ、終わった。終わりでした。ここまでです。うん。お疲れ様でしたと。うん。ちょっと引いたやつ見てみようか。1万ぐらい使った。結構溜まったね。いい、あ、こっちは何？あ、恋愛祭のアレクサンドラ、うん、これみんな使っとったよね、結構強いやつ、うん、悔しいけども、うん、悔しいけれどお前に夢中、ギャランドゥではないんですよ。あとこれジャンゴも使っとったような気がするな、うん、防
強強いのかジャンゴ。あとは、あとはまあ、ともかくちょっと昇格できるやつはしていこう。いやあんだけ引いたのに全然かぶったのに昇格できないやつ、あこれもつできるね、意外に難しいという。これなんか引いても全然なんか使ってないもんな。いやいやいや、ダメですか。そうですか。いやいや全部無理やな、これ昇格できねえや。ヤーマン昇格させてどうすんの、わからん。あこの辺、いや全然なんか、いやこれどうなんだ、これはヨナス収穫祭強くないんか。あ戻っちゃった、もういいか。プラスにはなんなかったな。水は、いやこう見るとでも全然まだ引いてないのはいるね。まあまあ引けたけど、いやでも揃ったな水、意外に全然ダメだったけど意外に水揃いましたね、これが。お強くなったじゃん。今ならもうちょっとね水でもそこそこいける気がするけど、もう遅い。水パーティーを SSR 揃ったけど差しになってパーティーを追い出され、もう遅いざまあ、マイ題名がはい見つかりませんでした。ということでんなところですか。大体やり尽くしたよね。やりたいことは、さあ何事も起こるわけもなく、まあ最低これを交換するぐらい。交換もないか、どっかない。もしかして何こうやって動いてんの、なんか見られて笑われてんのかな、あいつまでやってるよこんなこととか。それはちょっとおこですよ、そんなこと言われるとそれは嫌ですよ本当に。いいじゃん好きにやってんだから、やらしてよ、やらしてよ。はい、これか。ただ単に本当になんかね残りのあと何ポイント、もうとにかくこれをなんか上げてすっきりしたいという残り、残り1000、もう1000だったらさこの寄付でなんとかなるんだけどね正直ね。寄付これ使ってせいやって話だけどなまあいいでしょ。そう急がんでもね、急がんでもね。さあ装備召喚もやって、さあ石を残り買い込んどこう。最後にね石を買い込んでと、80全部使い切、いや買い切りと、買い切りでございますが、どこ行った、間違ってヨシュアの武器を買うな。あこれねマックス買いますと。いやー、買い込んだに。え？あれ？ちょっと待ってよ。もう一個余ってた？あれ？気のせいか。あ、違う、こっち。気のせいであってほしい。気のせいだよね。一本なんか余っとった気がしたけど。余っとるのよ。あれ？ちょっと待って。足らんかった。足りませんえんでした。もう一個買わなあかんの？これ。マジで？マジでこれ。8本いる？まあまあいるよね、どう考えても。どうか、あ7本でいいじゃん。じゃあ残り1本なんねんあれ。いいじゃん、なんで1本余ってんの。ようわからんな。まあまあええわ。いやもうこうなったらちょっと待って残りいくつだっけ。5000か。もうちょっと強くしちゃおうか。ちょっと最後にちょっと強くしちゃう。いやもういいか。
いいか別に今は。うん、だって5000も失敗すんのさ、お失敗すんのどうかと思うのよ。うん、それより他にやることないんかっていう話よな。結局キャラはまあやろ。うん、スキルもね上がりきれんかったに。あ、これあげとこう。ほいっと、レベルマックスです。はい、わかりました。回避、あ、これ上がれん。これ上がれる。防御マックス、オゲよし。んなところか。これシャオンの融合はどうなん、意味わからんかったけど最後まで。うん、シャオンも大体どういう意味なんこれ。うん、これ入れ替わり立ち替わりできるけど、融合とこっちどういう意味があるのか未だによくわかりませんです、私。うん、ね、なんだろうね。こっち開けてねえから、こっち攻撃を、こっちは防御用、そう捉えてよろしい。じゃあ2つとも平均的に上げなきゃいけんかった。うん、防御ばっか高めてもね。うん、で線部も全然なんかやらんかったな。もう線部もシャオン強くして意味あんのかね。あるんだろうね、ちょっとはね。さあ、あとはもうやることやった。さあ、討伐もらっとくか。もらったっけ、もらってないね。だって今日だってさ、6時じゃなくて、なんか7時か、変な時間にさ、あのね、ボス討伐始まっとったみたいだけど、結局参加できなかったしさ、うん、意味ねえじゃんそんなの。うん、あれ、何で日常訓練、あ、最後までやってなかっただけか。日常訓練だな。うん、これはいいな。よし、残りはじゃあおしまいというところでよろしいか。うん、まあ大体やりきったね。ちょうど、うん、40分、ちょっと1時間には足りないけどね。うん、大体やりきったんでね、これで、このメッセージで出ないか、終わりにしたいと思います。どうだろう、もうあと1回ぐらいネタがあればだけど、一番最終日もちょっとね、いつだっけ、10月何日、うん、どうかな。まあ10月予定がちょっと見えないから何とも言えないけどね。10月か、4日だっけ、金曜日か。まあちょっと最終日は分かんないけど、あと1回なんかね、ネタ探してね、動画配信できればいいかなと思いますけどもね。はい、そんなわけでね、私、眠りの森のポンスケ、改め皆殺しこと能見クズリャフカの夫がお届けいたしました。皆様誠にお疲れ様でございました。では、さようなら、さようなら。